皆さんこんばんは。今年1年間に起こりました芸能界そしてスポーツ界のニュースを振り返るテレビ三面待ち三面記事だどいやロンじゃなくていいんだスチーピンだまあ今年もいろいろと、まあ、スポーツの、ね、世界でもありましたけれども、話題がありましたね。ねえ、どんなのがやっぱり今年最初はどんなニュースですか、ね、私は一番今年の最初にね印象に残ったニュース、はいはいはい、なんといってもこれですね、日本ワールドカップ出場権決定この間じゃないかそれ何だこれ分かってるよこれは盛り上がった確かにでもこれは11月かなんかでしょ嬉しかったですねドーハの悲劇ですよいや違うよなんで悲劇なんだそれは4年前、視聴率がだって57%これはすごいですよこれはすごいですねやっぱり監督の岡田監督のね、はいはいはい、地元のね、あの地盤であるですね、はいはいはい、あの逗子市のですね、はい組織票がいやちょっと待ってお前逗子市だけでお前 57% 稼げたらすごいぞじゃないかと思います行くわけがない逗子マリーナですいやいいけど分かってるけどな若大将いやいいんだよこっちは港が見える丘あのなこの辺に外人墓地があるこの地図意味ねえだろ今年振り返るのに外国人の幽霊に首絞められたりしますからねバカ意味ないのこんなのわざわざ美術さんも大変なのにこんな作って大変な思いをしました何の意味があるんだよそうじゃなくてね例えば岡野が最後ゴール決めた時感動したじゃないですか感動しましたけどねただ一つ残念だったのはねあれ足でボールを蹴ってましたねあやっぱ正々堂々と手でこうやって決めてもなんでそんなことやんなきゃいけない世界の常識ってもんが世界の非常識だろそれはですかあとやっぱりね今年はねまあ去年一昨年とね、あの野茂投手が頑張ったようにですね、それをまあ次にね続けとば言わんばかりに、大リーグに行きましたね。あ日本人選手が大リーグに行かなり行きました。長谷川でしょ。それから、柏田、それからイラブですよ。ねえ。イラブは最初期待されて行ったんですけどね。ちょっとね。ちょっとは良くなかったですね。イラブでしたね。残念でした。態度が良くない大体。あのインタビュー受けてる時とかね、確かにこうガムくちゃくちゃ噛んで、ね、ガムばっかいい態度ではなかったなんそんなガムが好きならロッテやめなきゃいいのにそういう問題じゃねえだろそれ何でだろもっともうあの今年の振り返る最初上半期最初の頃ですねはいどんなニュースありますか2月ぐらいのニュースそうそうそういうのそういうの2月ぐらい、はい、2月のニュースはい、今日ジャイアンツのですねキャンプが行われましたそんなの聞いてねえよ宮崎球場あのなこういうのはしょうがないの何ですか結果出てんだからどんないいキャンプを行おうと行った巨人は優勝できなかったもう知ってんだし2年連続の優勝を狙ってたいや狙ったのは知ってるけどもそうですかもっと別の、その巨人にですね、クロマティが帰ってきて違うだろこれタイガー・ウッズだろこれはこれは誰が見てもタイガー・ウッズでしょタイガー・ウッズ来日しましたねこれはまあ盛り上がりましたねまあ遊びとはいえ、よく来日しましたね遊びじゃねえ仕事で三昧でしたからね日本でゴルフ三昧だろジャンボ尾崎にしたってプロゴルファー仕事プロゴルファートラって言われてますトラって和訳してどうすんだタイガー・ウッズタイガー・ウッズトラギ、ね、そういうことは言わなくていいんだあとですね、今年は何つってもね、はい、あの日本人初の宇宙これね、やっぱこれは盛り上がりました、土井さん。土井さんのことで一番気になったのは、土井隆夫さんっていうの、あの人。土井隆夫さんですよ。土井隆子さんとどういう関係なの関係ねえだろ、どう考えても。ノート漫才かな。やるわけねえだろ、そんなこと。何絵描いてんだ、こんなもん。高尾隆子ですね。渋い漫才を見せます。渋いよな、本当にな。やらないやらないですか。いい加減にしなさいです。そうですか。そうですよ、本当に。まあ、というわけでですね、私は今年1年こう振り返りまして、はい、今年という年をですね、ある言葉でほうほうほう置き換えてみましたあ今年1年間、まあ、全て総括して総括してですね一言で一言で言い表すとこういうことになるかなと思います、はい、根性意味が分かる今日のテーマはアジアのヒーローです先日アメリカのタイム誌がアジアの最も活力に満ちた英雄を25人選抜しました日本人ではマリナーズのイチロー選手パルマの中田選手そして、北野武さんに混じってなんとあの人気アニメのキャラクタードラえもんが選ばれたことが話題になっています日本のアニメドラえもんの人気は海外でもすごいそうですその証拠に外国の人は今でも日本人は皆青い猫なんだと思っている人いやいやいや今でもっておかしいだろそれお侍さんの格好とかだろう、まあ、ドラえもんの魅力といえば何といってもあの数々の道具でしょう中でも一番人気なのはやはり首につけた鈴でしょういや違うあれは何でもねえだろうがよ私もいくつかドラえもんの新しい道具をちょっと考えてみましたどこでもドアに対抗して、
どこでも窓。何それというのはどうでしょう。同じようなことじゃねえのかそれ。これは家のタンスや引き出しなどがどこでも窓になっていて、いつでも外が見える。いやいやいや、じゃああんま意味ねえ。白物。それからタケコプターというのがありますが、あれは人の体がむき出しになっていて多少危険です。そこで私が考えたのは、人間の体がむき出しになっていない乗り物、名付けてヘリコプター。いやそれは元だろうがよ。ヘリコプターをもじってんだろ、タケコプターって。しかし羨ましいのはのび太くんです、困った時はいつでもドラえもんに道具を出して助けてもらえる、きっと大人になっても神さんを喜ばすための道具を、いや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 、ドラえもんに出してもらえる。持ってねえよそんなもん、ドラえもんは。もしドラえもんを実写でやったとしたら、ニューヨークシーンの多い静香ちゃん役はやはり由美かおるさん。いや絶対歳考えろ、小学生だぞ。あと絶対実写にしてほしくない漫画といえばど根性ガエルです。潰れたカエルが T シャツに貼り付いてそんな様子はあまりリアルに再現してほしくはない。確かにね、絶対に無理だね。とにかくこの快挙は私のような、まあ、アニメに携わる人間にとっては非常に嬉しいことです。と言いますのも、実は私このほどアイスエイジという、まあ、アメリカの CG アニメーションの、まあ、日本語吹き替え版に、声優として、おい何自分のこと挑戦しておりますな。これが非常に面白い、いやちょっと映画でございまして、以前田中がモンスターズインクの吹き替えに抜擢された時には、本気で羨ましくて、私は毎晩泣いておりました。それが皆さんのおかげをもしました。皆さんのおかげ。私もまあこういう仕事をやらせていただくことになりました。ありがとうございます。いやありがな、この場で言うなよ。まあ私の場合英語をその場で自分で訳しながらの吹き替えでしたので、嘘つけ、多少難しかったんですが、なわけねえだろ。まあ異文化コミュニケーション森本レオかよとでも言いますか、でもまだこれ予選通過なわけじゃないですかといういいあのノバのイタリア人は一体何のことを話してるいつも不思議なんです、とにかくアイスエイジ、アイスエイジ、アジアのヒーローの話だよ。夏休み公開です。おい、よろしくお願いします。よろしくじゃねえよ。おい、終わりだよ。コラムです。最近も大変でいろいろありますけどもね。大変でいろいろありますね。本当にね。最近あの宇宙開発ってのがすごいメキメキ進歩してますよ。すごいですね。アポロ11号が月に行ってから、今年で25周年だと。最近あの本が出てね、その宇宙飛行士が宇宙人とかね UFO 見てたって言うんですよ。そうそう、本当なんでしょうかね、あれね。結構ね、宇宙人とかいるんですよね。いるのかな。太陽系の中とかにもね、実は見つかってないだけで結構いるんですよ。いや、いいのかな。怪しいのが海王星あたり怪しいじゃないですか。海王星とか遠いからね。全然分かってないんですか。まだね、分かんない、謎多いですからね。海王星人とかいて、海王星人何年後かぐらいに地球にやってきちゃうんですよ。あ、やってきたんですよ。でも記者会見とか、そりゃそうだね、海王星人が記者会見やったら、それはすごいことになるよね。地球中注目の的です。そりゃそうですよね。普通あの宇宙人っつったら、我々は海王星人であるから。またこんな声です。ちょっとそういう怖いイメージあるじゃないですか。実際来てみたら全然イメージ違ってたら、どんな風なの。はい、どうも、海王星人です。そんなやつわけねえだろ、お前。いや、海王星人ってほんと頑張んなきゃいけない。何頑張んだよ、お前。な、芸人じゃねえか、やたら気さくなやつで、ね、や気さくとかいう問題じゃねえだろ。次から次へと来るやつが、みんなそういうやつばっかり。海王星人が地球にとって取るに足らないやつばっかり。どうでもいいようなやつだったら、全体的な。まあね、つけてもさ、最近だって宇宙開発だけじゃなくて、地上の方でもやっぱりね、どん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 開発が進んでて、生活便利になりましたからね。最近はね、ハイテク技術とかコンピューターで全部あるしたね、あのインテリジェントビルってよ、あれがすごいですよね。全自動ですから、全部オートメーションですから。とにかくあの鍵を閉めてくださいとか、マンションで部屋で言うんですから。言うんですよ。鍵が開いてたりする。そうそう、喋ってお湯が沸いております。そうそうそう、いうのすごいじゃないですか。最近ね、そのうちそういうのどんどん進んでいくと、もっと進んでちゃってね、人間がそれでコンピューターに打ち込まなくても、マンション自体が、ビル自体が実際に自分で思考して、全部考えて、いろんなものを考えるようになって話してくれたり、そういう時代になったらすごいですよ。夜中一人で寝てたらね、相談があります。なんだよ、それ。ちょっと待って、気持ち悪いじゃねえか、今なのは。ビルが、ビルがそういうこと言うの。愛って何ですか。何考えてんの。ビルが何、夜中に難しいこと考えて。哲学的なこと
く考えてどうして名前聞くの。彼女とか部屋に連れてきたりなんかする。おや、昨日の彼女と違ってます。やだよそんなビル。浮気ですか。うるさいな。やじゃねえかそんなことになっちゃったら。お前の隣にもっとすごいビルが建っちゃったり、もっとハイテクのビルが建っちゃったり。そうそう、こっちの方が全然すごいってこと。こっちはすごくてね、そのビルにビル自体が引け目感じちゃったり。そのビル引け目感じちゃうんだ。落ち込んじゃったり。落ち込んだりするのビル。マンションに帰ってくると隣のビルをどう思いますか。やなビルだ。ちょっと気にしてちょっと気になってんだそれが。隣のビルが、もし隣のビルのが良ければそっちに移ってくださいって。まあね、住人も困るでしょ。まあ住人がね、やっぱね、うちのマンションうるさくないですか。ね、みんなそうやって話すだろ。隣でビルできたからでしょ。まあみんなであれで気にしてんですよ。でもそのうち飽きてね、ちゃんと治りますよ。あ、まあそういう話されてね。何日かしたらいきなり夜中に非常ベルがビーンって。どうしたんだっつったら、結論が出ました。何の結論が出たんだ。このビルは5分後に爆発します。ちょっと待てよ。なんだこれは。ビルが自殺しちゃったり。皆さんこんばんは。今年1年間に起こりました芸能界、そしてスポーツ界のニュースを振り返るテレビ三面待ち、三面記事だロン。いや、ロンじゃなくていいんだ。そんなチーピンだ。まあ今年もいろいろと、まあスポーツのね、世界でもありましたけれども、いろいろ話題がありましたね。ねえ、どんなのがやっぱり今年最初はどんなニュースですよね。私は一番今年の最初にね、印象に残ったニュース、はいはいはい、なんといってもこれですね、日本ワールドカップ出場権決定。この間じゃないか。それなんだこれ。フランス分かってるよ、これは盛り上がった。確かに。でもこれは11月かなんかでしょ。嬉しかったですね。ドーハの悲劇ですよ。いや違うよ、なんで悲劇なんだ。それは4年前、視聴率がだって57% 7%、これはすごいですよ。これはすごいですね。やっぱり監督の岡田監督のね、はい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 、地元のね、あの地盤であるですね、はいはいはい、あの逗子市のですね、はい、組織票が、まあ、いやちょっと待ってよお前、逗子市だけでお前 57% 稼げたらすごいぞ。行ったんじゃないかと思います。行くわけがない。逗子マリーナです。いやいいけど、分かってるけどな、若大将。いやいいんだよ、こっちは港が見える丘。あのな、この辺に外人墓地がある。この地図意味ねえだろ。今年振り返るのに外国人の幽霊に首絞められたりしますからね。バカ、意味ないのこんなの。わざわざ美術さんも大変なのにこんな作って。大変な思いをしました。何の意味があるんだよ。そうじゃなくて、ね、例えば岡野が最後ゴール決めた時感動したじゃないですか。感動しましたけどね、ただ一つ残念だったのはね、あれ足でボールを蹴ってましたね。はやっぱ正々堂々と手でこうやって決めてもらう。なんでそんなことやんなきゃいけない。世界の常識ってもんがある。世界の非常識だろそれは。何ですか。で、あとやっぱりね、今年はね、まあ去年一昨年とね、あの野茂投手が頑張ったようにですね、それをまあ次にね、続けとば言わんばかりに、大リーグに行きましたね。あ、日本人選手が大リーグに行かなり行きました。長谷川でしょ、それから、柏田、それからイラブですよ、ね、イラブは最初期待されて行ったんですけどね、ちょっとね、ちょっとは良くなかったですね。イラブでしたね。残念でした。態度が良くない大体。あのインタビュー受けてる時とかね、そもそも確かにこうガムくちゃくちゃ噛んで、ね、ガムばっかがいい態度ではなかった。なんそんなガムが好きならロッテやめなきゃいいのに、そういう問題じゃねえだろそれ。なんでだろう。もっと今年の振り返る最初、上半期最初の頃ですね、はい、どんなニュースありますか。2月ぐらいのニュース。そうそうそういうの、そういうの。2月ぐらい、はい、2月のニュース、はい、今日、ジャイアンツのですねキャンプが行われました。そんなの聞いてねえよ。宮崎球場。あのな、こういうのはしょうがないの。何ですか。結果出てんだから、どんないいキャンプを行おうと行ったんです。巨人は優勝できなかった、もう知ってんだし。2年連続の優勝を狙ってた。いや狙ったのは知ってるけども。そうですか。もっと別の、その巨人にですね、クロマティが帰ってきて。違うだろこれ。タイガー・ウッズだろこれは。これは誰が見てもタイガー・ウッズでしょ。タイガー・ウッズ来日しましたね。これはまあ盛り上がりましたね。まあ遊びとはいえ、よく来日しましたね。遊びじゃねえ、仕事で。ゴルフ三昧でしたからね日本で。ゴルフ三昧だろ。ジャンボ崎にしたってプロゴルファー仕事、プロゴルファートラって言われてますか。トラって和訳してどうすんだ。タイガー・ウッズ、タイガー・ウッズ、トラギ、ええ、そういうことは言わなくていいの。あとですね、今年はなんつってもね、はい、あの日本人初の宇宙、これね、やっぱこれは盛り上がりました。土井さん、土井さんのことで一番気になったのは土井隆夫さんっていうの。あの人、土井隆夫さんですよ。土井隆子さんとどういう関係なのか。関係ねえだろどう考えても。ノート漫才かな。やるわけねえだろそんなこと。何絵描いてんだこんなもん。高尾隆子ですね。渋い漫才を見せます。渋いよな本当にな。やらない、やらないですか。いい加減にしなさいです。あ、そうですか。そうですよ、まあ、というわけでですね、私は今年1年こう振り返りまして、はい、今年という年をですね、ある言葉でほうほうほう置き換えてみました。あ、今年1年間、まあ、全て総括して、総括してですね、一言で一言で言い表すとこういうことになるかなと思います。はい、根性。意味が分かる。今日のテーマはアジアのヒーローです。先日アメリカのタイム誌が
アジアの最も活力に満ちた英雄を25人選抜しました。日本人ではマリナーズのイチロー選手、パルマの中田選手、そして、北野武さんに混じって、なんとあの人気アニメのキャラクタードラえもんが選ばれたことが話題になっています。日本のアニメドラえもんの人気は海外でもすごいそうです。その証拠に外国の人は今でも日本人は皆青い猫なんだと思っている人。今でもっておかしいだろ、それお侍さんの格好とかだろう。まあ、ドラえもんの魅力といえば何といってもあの数々の道具でしょう。中でも一番人気なのはやはり首につけた鈴でしょう。いや違う、あれは皆さんこんばんは。今年1年間に起こりました芸能界そしてスポーツ界のニュースを振り返るテレビ三面待ち三面記事だロン、いやロンじゃなくていいんだ、スチーピンだろ。まあ今年もいろいろと、まあスポーツのね世界でもありましたけれども、いろいろ話題がありましたね。ねえ、どんなのがやっぱり今年最初はどんなニュースですよね。私は一番今年の最初にね印象に残ったニュース、はいはいはい、なんといってもこれですね、日本ワールドカップ出場権決定。この間じゃないか。なんだこれ。フランス分かってるよ、これは盛り上がった確かに。でもこれは11月かなんかでしょ。嬉しかったですね、ドーハの悲劇ですよ。いや違うよ、なんで悲劇なんだ、それは4年前、視聴率がだって57%、これはすごいですよ。これはすごいですね。やっぱり監督の岡田監督のね、はいはいはい、地元のね、あの地盤であるですね、はいはいはい、あの逗子市のですね、はい、組織票が、まあ、いやちょっと待ってお前、逗子市だけでお前 57% 稼げたらすごいぞ。行ったんじゃないかと思います。行くわけがない、逗子マリーナです。いやいいけど、分かってるけどな、若大将が、いやいいんだよ。こちら港が見える丘、あのな、この辺に外人墓地がある。この地図意味ねえだろ、今年振り返るのに。外国人の幽霊に首絞められたりしますからね。バカ、意味ないのこんなの、わざわざ美術さんも大変なのにこんな作って。大変な思いをしました。何の意味があるんだよ。そうじゃなくて、ね、例えば岡野が最後ゴール決めた時感動したじゃないですか。感動しましたけどね、ただ一つ残念だったのはね、あれ足でボールを蹴ってましたね。あ、やっぱ正々堂々と手でこうやって決めてもらう。なんでそんなことやんなきゃいけない。世界の常識ってもんがある。世界の非常識だろそれは。何ですか。であとやっぱりね、今年はね、まあ去年さ一昨年とね、あの野茂投手が頑張ったようにですね、それをまあ次にね続けとば言わんばかりに、大リーグに行きましたね。あ、日本人選手が大リーグにかなり行きました。長谷川でしょ、それから、柏田、それからイラブですよ、ね、イラブは最初期待されて行ったんですけどね、ちょっとね、ちょっと良くなかったですね。イラブでしたね、残念でした。態度が良くない大体。あのインタビュー受けてる時とかね、そもそも確かにこうガムくちゃくちゃ噛んで、ね、ガムばっかがいい態度ではなかった。なんそんなガムが好きならロッテやめなきゃいいのに、そういう問題じゃねえだろそれ。なんでだろう。もっともう今年の振り返る最初、上半期最初の頃ですね、はい、どんなニュースありましたか。2月ぐらいのニュース。そうそうそういうの、そういうの2月ぐらい、はい、2月のニュース、はい、今日、ジャイアンツのですねキャンプが行われました。そんなのは聞いてねえよ。宮崎球場、あのな、こういうのはしょうがないの。なんですか。結果出てんだから、どんなにいいキャンプを行おうと行ったんです。巨人は優勝できなかった、もう知ってんだし。2年連続の優勝を狙ってた。いや狙ったのは知ってるけども。そうですか。もっと別の、その巨人にですね、クロマティが帰ってきた。違うだろこれ。タイガー・ウッズだろこれは。これは誰が見てもタイガー・ウッズでしょ。タイガー・ウッズ来日しましたね。これはまあ盛り上がりましたね。まあ遊びとはいえ、よく来日しましたね。遊びじゃねえ、仕事で。ゴルフ三昧でしたからね、日本で。ゴルフ三昧だろ、ジャンボ尾崎にしたって。プロゴルファー仕事、プロゴルファートラって言われてますから。トラって和訳してどうすんだ。タイガー・ウッズ、タイガー・ウッズ、トラギ、ね、そういうことは言わなくていいんだ。あとですね、今年は何つってもね、はい、あの日本人初の宇宙遊、これね、やっぱこれは盛り上がりました、土井さん。土井さんのことで一番気になったのは、土井隆雄さんっていうの、あの人。土井隆雄さんですよ。土井隆雄さんとどういう関係なのか。関係ねえだろ、どう考えても。寝言漫才かな。やるわけねえだろ、そんなこと。何絵描いてんだ、こんなもん。隆雄隆子ですね。渋い漫才を見せます。渋いよな、本当にな。やらない。やらないですか。いい加減にしなさいです。あ、そうですか。そうですよ、まあ、というわけでですね、私は今年1年こう振り返りました、はい、今年という年をですね、ある言葉で。ほうほうほう。置き換えてみました。あ、今年1年間、まあ、全て総括して。総括してですね、一言で、一言で言い表すとこういうことになるかなと思います、はい、根性。意味が分からない。今日のテーマはアジアのヒーローです。先日アメリカのタイム誌がアジアの最も活力多少危険です、そこで私が考えたのは、人間の体がむき出しになっていない乗り物、名付けて
ヘリコプター。いやそれは元だろうがよ。ヘリコプターをもじってんだろ、タケコプターって。しかし羨ましいのはのび太くんです。困った時はいつでもドラえもんに道具を出して助けてもらえる。きっと大人になっても神さんを喜ばすための道具を、いや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 、ドラえもんに出してもらえる。持ってねえよ、そんなもん。ドラえもんは、もしドラえもんを実写でやったとしたら、ニューヨークシーンの多い静香ちゃん役はやはり由美かおるさん。いや絶対年考えろ、小学生だぞ。あと絶対実写にしてほしくない漫画といえばど根性ガエルです。潰れたカエルが T シャツに貼り付いてそんな様子はあまりリアルに再現してほしくはありません。確かにね、絶対に無理だね。とにかくこの快挙は私のような、まあ、アニメに携わる人間にとってどこが携わってる、非常に嬉しいことです。と言いますのも、実は私このほどアイスエイジという、まあ、アメリカの国に満ちた英雄を25人選抜しました。日本人ではマリナーズのイチロー選手、パルマの中田選手、そして、北野武さんに混じって、なんとあの人気アニメのキャラクタードラえもんが選ばれたことが話題になっています。日本のアニメドラえもんの人気は海外でもすごいそうです。その証拠に外国の人は今でも日本人は皆青い猫なんだと思っている人。いやいやいや、今でもっておかしいだろ、そのお侍さんの格好とかだろう。まあ、ドラえもんの魅力といえば何といってもあの数々の道具でしょう。中でも一番人気なのはやはり首につけた鈴でしょう。いや違う、あれは何でもねえだろうがよ。私もいくつかドラえもんの新しい道具をちょっと考えてみました。どこでもドアに対抗して、うん、どこでも窓何それというのはどうでしょう。同じようなことじゃねえのかそれ。これは家のタンスや引き出しなどがどこでも窓になっていて、いつでも外が見える。いやいやいや、あんま意味ねえ。白物。それからタケコプターというのがありますが、あれは人の体がむき出しになっていて